この番組は株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りします。2017年4月6日、時刻は午前11時45分になりました。 FM 読谷をお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティの知花優です。この番組では皆様のもとに毎日、新鮮な情報をお届けしています沖縄タイムス新聞に副読紙として、お届けされる週刊ホームプラザ女性のためのライフアップ情報誌、こちらを皆さんと一緒に読んで情報を共有していこうという番組になっています。お手元に準備できる方はぜひ準備していただいて、そうでない方はお耳だけでも貸していただいて、どうぞこの10分間短い間です。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは早速表紙を見てまいりましょう。女性のためのライフアップ情報誌週刊ホームプラザ、今回表紙を飾るのは彩色顕微からダンスは私の魂ということで、ダンサーのワッツアップあけみさんがかっこいいポーズで載っています。非常にかっこいいですね。どんな記事になってるんでしょうか、楽しみです。そしてピックアップからは一から琉球料理沖縄の食材を市場で、続いてインタビュー記事です。沖縄の魅力、沖縄宮古ホテルカフェレストランアバンセよりベーカーシェフの東間奈穂さんのお話を伺っています。続いていいね県産品、オリーブと島の素材がコラボ、一体どんなコラボなんでしょうか。そして最後に喜びご飯デトックスの春ということで、今回はどんなご飯が登場するのか楽しみですね。それでは早速ページをめくってまいります。2ページ3ページ、彩色顕微のコーナーです。まず目に飛び込んでくるのは、綺麗な女性が両手を大きく上に上げているシーン、そしてその周りにはたくさんの子供たちが同じポーズをしています。一体どんな女性なんでしょうか。楽しく踊り感謝を伝えるワッツアップあけみさん、ワッツアップあけみダンススクール代表のヒップホップダンサーです。ダンス歴は23年、4歳の頃にダンスと出会って17歳でなんと現在のスクールを立ち上げたそうです。今は3歳から高校生までの生徒およそ100人にヒップホップダンスを指導しているとのこと。あけみさんのスタンスとしては、親への感謝の気持ちを踊りで表現するというものがあり、親にありがとうの気持ちをダンスで伝えることが一番大事だと語っています。テクニックを集中して教えれば大会の好成績につながると思いますが、そうではなくて下手でも楽しく一生懸命に踊ることが一番の目的です。それに伴って技術が磨かれ、大会で勝てる子が育てばいい、そんな風に話しています。その思いが通じたのか、なんと昨年一昨年とスクールのダンスチームが全国大会へ出場を果たしたそうです。おめでとうございます。ダンスは今も非常に注目されているジャンルですからね、今後の展開が楽しみです。それでは続いて見ていきましょう。5ページです。幸せ運ぶレストラン発信沖縄の魅力ということで、沖縄宮古ホテルのカフェレストランアバンセからベーカーシェフ東間奈穂さんにお話を伺っています。思い出に残るスイーツを可愛らしさが評判にということで、非常に可愛らしいお菓子を持って、これまた可愛らしく微笑む東間奈穂さんの写真が印象的ですね。東間さんはお客様の職業や雰囲気などを聞いて食べる方をイメージしながらデザインしているとのこと。この辺が可愛らしさの評判につながっているんでしょうね。今後の目標としてはスイーツ部門の強化、さらに企画に合わせたスイーツの提案にも力を入れていきたいと話してくださっています。カフェレストランアバンセでは現在6月まで食の無形文化遺産シリーズを実施中です。皆さんぜひ足をお運びください。そしてその隣には宝言葉島言葉153回です。親祖先に感謝ということで、筆者の方が自身の親の家系図を調べたお話が載っています。僕自身も昔調べたことあるんですけど、あ、親はもともとこういう地方から来た祖先の前末裔なんだなっていうような話が出て、すごい驚きや学びがありましたね。ぜひ皆さんも調べてみてください。そして、続いて7ページです。クイズでノートで、こちらはどうぞ皆様お時間があるときにぜひ挑戦してみてくださいね。そして8ページ9ページにはユンタクサロンが載っています。今月のテーマは我が家のシーミー、新入学時の笑える話、新社会人などテーマ以外でももちろん OK とのことですので、皆様どうぞご投稿ください。よろしくお願いいたします。そして10ページです。なるほどトピックス、今回は5つのトピックが掲載されています。非常にためになる知恵や知識のお話ですので、どうぞご覧ください。その隣11ページにはシニアウェーブ生き生き自分流 in ホームプラザということで、フォルクローレという南米の音楽を演奏する宮島博史さんを中心としたロスアフィシオナードスというバンドの紹介がされています。独特な楽器を使っているそうです。ぜひご覧ください。
続いて12ページ13ページ大きな写真で美味しそうな魚やエビ、さらに野菜の写真が載っています。松本佳代子さんの一から琉球料理、沖縄の食材を市場でコミュニケーションを取りながらということで、今回琉球料理の基礎にまつわるレシピやアドバイスを伝えてきたコーナーで、今回は市場についてご紹介されています。今回気になったのはシーブンゴアに特有の文化という見出しです。好意栄華という言葉があるそうで、方言で売り手と買い手が親戚のように付き合うことを表しているそうです。自分に近しい人にはよりいいものを買ってもらいたい、そういう思いから出た市場特有の文化、それがシーブンゴア、おまけの文化ということで、例えばそれは物品の話だけではなくてですね、どういう野菜がいいよ、どういう魚がいいよ、ここを見れば新鮮だよっていうような話、そういったものも含めてそういうおまけとして楽しめる市場、僕もまだちゃんと行ったことがないので今度行ってみようかなと思います。続いて14ページには可愛らしい赤ちゃんの写真がたくさん載っておりますね。もし、自慢の赤ちゃん、私の可愛い赤ちゃんをみんなに見てほしいという方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらのコーナーにも応募してみてください。続いて15ページです。いいね県産品、オリーブと島の素材がコラボということで、非常に独特な素材がオリーブオイルとコラボしています。島ニンニクオリーブオイルというのがありますね。どんな味がするんでしょうか、ちょっと興味があります。続いて16ページです。喜びご飯デトックスの春ということで、今回はニラ味噌が紹介されています。こちらは朝ごはんにぴったりかもしれませんね。続いて、ドクター国中と野菜ソムリエ堀さんの野菜スタイル、おもてなしの新じゃが料理、こちらは夕飯にぴったりかもしれませんね。続いてまいります。続いては、エンタメのコーナー18ページ19ページとなっています。こちらでは本や映画などさまざまなものが紹介されておりますので、皆様ぜひ目を通してご覧になってください。そして最後に20ページです。ノリノリリンパということで、医療分野にもリンパ療法が進出してきたそうです。がんの予防にもなるということでですのでね、皆さんぜひチェックしてみてください。そして21ページから22ページ23ページに至るまではインフォメーションとなっています。イベントや講座の情報などもありますので、皆さんぜひ興味がある方はチェックしてみてください。というわけで、今週の週刊ホームプラザの紹介は以上となります。駆け足となってしまいました。お聞き苦しいところも多々あったかと思いますが、これから精進してまいりますので、皆様どうぞ来週もよろしくお願いいたします。来週もまたこの時間に週刊ホームプラザをご紹介していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回のエンディングは、WhatsApp あけみさんの記事にもあった親への感謝というところをテーマにして、クリス・ハートさんの手紙、愛するあなたへというものをエンディング曲としておかけいたします。来週はどんな曲が登場するかまた楽しみですね。というわけで皆様また来週お会いしましょう。お相手はパーソナリティの知花優でした。それでは皆様また来週。